はようございます。小川コーヒーの田です。今日はですね、伊達農園をガブレールと一緒に回ろうと思っています。皆さんもよくご存知だと思うんですが、伊達農園はですね、コーヒー農園を未来に変えていきたいって思いでですね、いろんなアプローチを科学的な場面からもそうですし、環境的なところからもいろんな取り組みをやっています。今日はですね、そういうところを皆さんに伝えていただけるような場所をですね、一緒にずっと回っていくので、楽しみにしておいてください。Hi everyone, I'm Gabriel. I'm responsible for market development and research projects here in Datera. We are very happy to have Ogawa here, checking what we are doing and exchanging knowledge with us for so many years. Thank you very much for using our coffee in Japan. Thank you.見てください。何か分かりますか？分かんないですよね。このダテラはですね、コーヒー農園とともに保護森林区を作っています。で、通常このセラード地域の、法律ではですね、コーヒー農園を作るにあたっては敷地面積の 20% を自然林確保しなさいということになってるんですけれども、このダテラではですね、コーヒーを植えてる敷地全体の中の 50% 半分を自然林として守っています。今見てもらってますこの木はですね、保護区とか自然林を植林するためのナーサリーになっています。たくさんの種類が植わっていますね。だいたい年間ですね、100万本ぐらいの植林をこの伊達ではしています。で、今ここのナーサリーでは40種類ぐらいの自然林をですね、自然の中から種を取ってきて、もしくは実を取ってきてここで育て上げています。この伊達ではですね、このことをやり続けることでですね、今この農園自体はカーボンオフセットネガティブになってまして、要は CO2 の排出よりも吸収する量の方が多くなっています。世界的にはですね、カーボンクレジットって言葉聞かれたことはあると思うんですが、だいたいネガティブなところはそれをクレジットとして販売されて、それの取引をされているっていうのは世界的な今の動きになってるんですけれども、ここのダテラではですね、そのカーボンクレジットを販売することはせずに、目的はですね、彼らは美味しいコーヒーを作りたい、で、美味しいコーヒー農園の未来を変えていきたい、守っていきたいっていう思いがあります。我々今地球の温暖化も含めてですね、気候変動がすごく激しくなってきています。で、そういったところに対してこのように植林をすることで CO2 を吸収すると温暖化が抑えられますね。それとともに雨も降ることができるんですね。雨が降ると豊富な水も蓄えていきます。で、特にこのセラード地域っていうのは水も少ないんですよね。水も少ないんで、森林をもっともっと増やしていくことで水も豊富になっていってほしいっていう思いで、一生懸命彼らは植林をしています。要するにビジネスとしてカーボンオフセット、カーボンクレジットを貯めてるんじゃなくて、自分たちのために、この地域の人のために、地球の人のために今一生懸命こういった植林をしています。で、私たちも彼らのコーヒーをパートナーとして取り扱っていって、で、日本の皆さんにお届けしているわけなんですけれども、これも一つ、我々も彼らの活動に参加できていてですね、で、我々が彼らのコーヒーを使うことで、もっともっとこういう活動が広がっていけて、こういう活動に我々も協力していけるということを想像しながらですね、思いながらですね、もっともっとダテラのコーヒーを皆さんにお届けしたいなと思っています。後ほどこれ植わってる森の中に行くので、その時一緒に見ていきましょう。ナマス。
はい、ソーラーパネルが並んでいるところに来ました。ダテーラ農園ではですね、実はこの奥にマイクロミルがあるんですが、その近くにですね、一番初めにソーラーパネルを作りました。で、そのパネルはですね、まあ、いろんな勉強を兼ねて作ったんですが、まずはオフィスに供給する電力でした。ブラジルの場合はですね、このソーラーパネルを設置するのに国からの支援金とかが出ないんですよね。出ないので結構な投資も必要なんですが、ダテーラは去年、この大きなソーラーパネルを、このボアビスタの農園の方ですねの方に設置しました。これを設置することで、今ボアビスタの中にあるプロセスしている設備であったりとか、他の施設全部の電気供給を賄っています。来月、再来月ぐらいにですね、タボインの方、もう一個の農園ですねの方にも同じようにソーラーパネルが設置されて、それで全てそこの施設をカバーする予定になっています。ただ今、このボアビスタとかタボイン両方パネルを設置したんですが、まだそれでもピポット、イリゲーションシステムのピポットまではエネルギーが十分ではないので、また来年以降もですね、こういった設備投資をどんどんしていって賄っていこうかなっていうふうな計画を持たれています。ずっとこの投資を続けていってですね、電力、まあ、要は過剰電力も作っていく中で、その電力はですね、近隣の、まあ、公共施設ですねに、供給できるようなことを考えているようです。ダテーラはもう自分たちで作って、余っている 電力は皆さんに寄付したいなっていうことを思っているようで、どん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 これからこういった設備を増やしていく予定をしています。はい、見てください。見えますかね。大きな池が見えますね。これ去年工事をして、ダテーラが、まあ、イリゲーションのための、池を作りました。ダテーラは3つのことを言ってるんですけど、彼らは、まあ、CO2 を吸収してできるだけネガティブな状態を作って、でそれには、今日勉強したように自然林を、まあ、保護するっていうことをやりながら、農園の半分以上を保護区として守りつつ、2030年までに2000万本の木を植える。そのことでさらに CO2 を吸収していって、でかつ森林が増えていくと当然水が維持できるんですよね。水が維持できて地面が湿ってきて、でそこに水が溜まるので、またそれが蒸発して雲になって雨が降ってっていうサイクルになっています。この辺りはですね、もともとブラジルの中ではサバンナ地域で、まあ、乾燥した地域で雨が少なかったんですけれども、30年前はこの辺り10軒ほどのしか池がなかったそうです。それがこの自然保護林を増やしていくことで、今は70以上の池が増えたそうです。とは言いながらも、まあ、将来を考えるとまだまだ地球温暖化の影響でですね、水はもっともっと必要になってくるかなということで、彼らが先ほど挙げているこの農園は水を大切にする農園なんです。で、今回ここにもともと5ヘクタールの敷地の中にコーヒーが植わってたんですが、それを引っこ抜いてですね、池を作りました。もともとこの近隣には川が流れていて、そこから政府に申請するとですね、決まった量の水がこの地域に与えられるんですけど、すごく量が限られていてですね、当然その十分なイリゲーションに使えるような水の量じゃない。雨季乾季ってブラジルあるんですけど、雨季にはたくさん水がある、あって、たくさん水のある時にたくさん取ってもいいよなんてことがあって、少ない時には少なくしか取れない。で農場も一緒で、雨が降ってる時に水いらないんで、雨がない時に、川の水が少ない時に水が欲しいっていう状態があります。で今ダテーラでは全体の 70% をイリゲーションでカバーできてるんですが、これも、将来のことを考えると 100% まで広げていこうと思っているようです。そういうことを考えると、やはり安定的に寒気のタイミングで、特にコーヒーでいうと開花時期ですねに、しっかりと雨もしくは水を供給できるような体制を整えておく必要があるので、今の段階で5ヘクタールのコーヒーを抜いてこのシステムを入れたということです。で年間を通じて政府に申請しながら供給していただける水をですね、ここに蓄えていったりとか、雨を蓄えていって、去年ここに来た時工事で何もなかったんですが、もう記念たくと結構いっぱいになっています。ダテーラは CO2 を吸収する農園、
あと水を大切にするのね。でもう一つ先ほど見てきましたが、エネルギーを大切にする。基本的にはソーラーパネルを置いていって、すべて農園の設備には 100% 自家発電されたものを使うということと合わせて、それを投資を繰り返していって、近隣の人たちにもそのエネルギーを分けていくということに注力していこうとしています。そういった思いです。はい、到着しました。ここはですね、ダテーラが自然を増やすっていうことで植林を始めたところです。2000年からこのプロジェクトはスタートしてるんですが、2030年までですね、トータルで2000万本の木を植林していって、 CO2 を吸収しながら水を蓄えられるような環境を作っていこうということで始められています。この下にですね、パトナロシーニョに続く川があってですね、川も比較的その周りに植林をしていくと浸食が防げたりするので、そういうことも考えてですね、川沿いにずっと植えていく計画もあります。これは当然その川沿いに行くってなると、ダテーラの敷地を越えてくるので、越えてきたところについてはですね、木をドネーションしてですね、寄付をしながら、そういうエリアを増やしていきたいそうです。